トーマス・キース・グレナンは、1958年8月19日から1961年1月20日まで、在任した、初代ナサ長官である、ノース・ダ・コタ・シュエン・ダーリンで、リチャード・グレナンとマーガレット・グレナンの間に生まれ、ウィスコンシン大学オークレア校に通い、その後、1927年に、イエール大学のシェフィールド科学学校で、電子工学の学位を取得した。ここで カイファイフラトニティのメンバーであった。卒業後、当時起こりつつあった発生映画産業の道に入り、後にウェスタンエレクトリックの子会社であるエレクトリカルリサーチプロダクツカンパニーのサービス担当副部長となった。キャリアの間にパラマウント映画やサミュエル・ゴールドウィンスタジオのスタジオマネージャーを務め、また短期間、ベガ航空でも働いた。1942年から、 コロンビア大学の戦争研究部門で働き、その後、コネチカット州、ニューロンドンのアメリカ海軍水中音響研究所で働いた。第二次世界大戦が終わると、グレナンはニューヨーク州、ビンガムトンのアンスコ社の幹部となった。この立場で、彼はオハイオ州クリーブランドのケース工科大学の学長として招聘された。彼の指導によって、ケースウェスタン、 リザーブ大学は地域の研究機関からアメリカ合衆国内でもトップの高学校にランクされるまでに地位を向上させた。1950年10月から1952年11月まで学長職と並行してアメリカ原子力委員会の委員を務めた。NASA 長官としてグレナンは8000人の従業員1億ドルの年間予算ラングレー研究センター。 AMS 研究センター、ルイス研究センターを残して、カリンテンライフケアコミュニティで死去した。ありがとうございます。